道上玉木は大学時代夜中インスタにエモい投稿をすることがあり、それを伊原に欠かさずスクショを取られていた。大学で伊原が道上のインスタの話を蓮見にすると、蓮見もスクショを取っていた。伊原が地元のスーパーのトイレでおしっこをしているとき、ふと横を見ると、隣でハッピを着た坂東エイジがおしっこをしていた。中島萌子は恐竜が大好きで、モササウルス最強論者である。しかし、最新の研究でモササウルスは恐竜ではなくでかいイルカであった説が浮上していることをブラキオサウルス最強論者である伊原に教えられ、急速に立場が危ぶまれている。吉原レラのリュックは物が入りすぎてパンパンなので、吉原レナよりでかい。忽那綾香は傲慢強欲で共感能力が皆無だが、ファイナルファンタジー7リメイクをプレイしたことがあるので、伊原に一目置かれている。